はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビージです。では、今回は、ハーツオブアイアン4、レジスタンス DLC、アメリカ軍の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、海軍、艦隊の運用で、日本に遅れを取ってしまうと。まあ、具体的な内容は、帝国海軍がね、空母を集中運用してくる中、我々は第一、第二太平洋艦隊、さらに、大西洋と3つの艦隊に空母を分けて運用した結果ですね、帝国海軍の主力艦隊、その前に敗北を喫するということで、空母レキシントンを失った上に、さらに、ね、正規空母1隻が大破という状況で、一気にね、まあ、空母の数で並ばれてしまったというところになります。なので今回はですね、まず空母、含めた艦隊の再編を行っています。ちょっと具体的な内容なんですが、まず太平洋に展開する艦隊は、前回までは第一、第二太平洋艦隊ということで、二つのね、太平洋艦隊を置いていたんですけども、これをやめました。一つの第一太平洋艦隊という形に変えてですね、さらに船体も強化しています。具体的な内容ね、今ご覧いただいている画面の左側に出てますが、こちらが第一太平洋艦隊で、船体を4つに分けました。第一船体、第一航空船体、第二船体、第三船体という形になっています。まだね、ちょっと合流前なので、数は前回と変わってないんですけども、この後ですね、第一船体の方には戦艦の増強で、第一航空船体の方には空母の増強で、第三船体には戦艦と空母の増強を行っています。なので、第一航空船体はね、もう主力艦は空母のみなんですが、第三船体の方には主力艦は戦艦と空母という形で、本当にね、戦える船体が4つ揃ったという形になります。これでね、帝国海軍に一矢報いる、そういう作戦を今後展開していきたいと思っています。まずはね、前回の海戦で傷ついた艦艇の修理、毒入りが先なので、その後になるかと思います。では時間を進めていきたいと思います。まずはね、この真っ赤に制海権を奪われた東シナ、フィリピン、南シナ、この辺りのね、制海権を取り返さなくてはいけないので、そこからですね、東シナ海、フィリピン、南シナ海の制海権を取り返せたらですね、上海に上陸している、帝国、陸軍の支援をね、行っていきたいかなと思っています。このままだとね、ちょっと数、寂しいかなというのがあるので、なんとかね、ここをね、取り返す、拡大する、まあそういう動きを行っていきたいと思います。では、まずは、そうだな、上海に航空隊を増強しましょうか。近接航空支援機、これを100機増強しましょう。今、沖縄に強襲上陸をかけて占領してくれた第4軍がね、上海に向かってますので、この第4軍で南京を攻略しましょう。まずは無事にね、上海に上陸してくれること。米国海軍の勢力圏内ですからね、ここは。さあ、上陸が完了した。そうすると南京ぐらいまで取らないと、きっとね、補給線がきついと思うんですよね。ユーゴが降伏。が、帝国海軍の情報は筒抜けだ。いやー、そうだよな。一隻増えてるね、母艦がね。そうですか。蒼龍。
加賀、赤城、宝生、龍城。七隻体制になってるんだね。我々の海軍はというと、第一太平洋艦隊。第一戦隊の方は戦艦が12。一番左ですね。戦艦が12です。で、第一航空戦隊の方が空母が5。で、東シナ海に入っている第三戦隊が空母が3。なので、まあ、第一航空戦隊と第三戦隊合わせて空母が8。一応ですね、大西洋の方にもヨークタウンを1隻だけ残してます。1隻だけ。なので今、この太平洋で展開する帝国海軍と我々第一太平洋艦隊の空母、純粋な空母の数で言うと、我々が、まあ、8か。で、帝国の方が7という状態ですね。が、帝国の方の戦艦とかもちょっと見ておきましょうか。心配が尽きないからね。戦艦が6ですね。いや、これだったらガチンコでぶつかれば勝てると思うんだけどな。あとは航空機のモデルとかそのあたりの差かな。96式の艦船、艦上爆撃機も96式、艦上攻撃機も97式の艦砲、255か。まあ、数としては多いものの、まあ、どこまで本当に乗ってるかですよね。7隻の空母、まあ、我々と同じレベルと考えれば、1隻あたり60から70。で、それが、7隻と考えれば400機前後搭載してるという計算か。まあ、主力艦隊同士の艦隊決戦に持ち込めれば逆転の勝機はあるかな。ではエージェントをまた雇っていきましょう。女子。日本人女子がいないな。ここもちょっとね、ルックス重視でいきたいんだけど、おばみが強いな、みんな。ちょっとこの、ハンコックさん。これ日本人なのか、本当に。日本語が話せるって話だよね。ローカライズできてるよっていう話だよね。だってこれどう見ても名前からして日本人じゃないもんね。ハンコック。ちょっとハンコックを大陸の方に送り込みましょう。上海、これで飛行場取れましたね。まあ、配備できる航空機が数はそんなにないので、まあ、100機の航空支援を入れましょう。近接航空支援ですね。で、さらに、偵察機も飛ばす。ここは本当の純然たる偵察機。これで、中国本土の機密情報をパクっていきましょう。南京まで行けば作戦の第一段階の完了と言えるかなと思うので、まず南京までね、頑張りましょう。この後の作戦をどうするかちょっと考えものだな。まあ、一つはこのまま北上する。もう一つが、西に進んで、帝国軍をね、分断する南北に。まあ、そっちの方がいいかな。なんかそっちにしましょうか。分断するっていうね。分断して殲滅する。ちょっとそういう作戦を考えましょう。で、海軍の方は、まだ修理中かな。
修理中だな。第一航空戦隊の方は、あとサラトガとレキシントンが戻ってくればいいね。ごめんなさい、前回沈められたのはレンジャーですね、レキシントンじゃなくて。レキシントンとサラトガが戻ってくれば戦列に復帰できますね。これで空母5隻が一気に戦線に復帰できるという状態になろうかと思います。では陸軍の方ですね、指示を出していきます。おそらくここに帝国軍はいないと思うんで、一気にね、前進しちゃいましょう。はい。ここで小沢さんと第三戦隊、第一太平洋艦隊の第三戦隊が攻勢に入ってますね。前衛にはクルーザー駆逐艦が入っていて、後衛には3隻の空母から合計180機の航空機が参戦しています。敵の方はクルーザーが1隻、駆逐艦が9隻というところですね。で、潜水艦がこの後増援で来るか来ないかというところになっています。ここは敵の駆逐艦3隻を撃沈。味方もね、1隻撃沈されてますというところですかね。で、ワイルドキャット、戦闘機の艦載機化が進んだので、今度は爆撃機もね、艦載機化しておきます。次の40年のものですね。よし。では、ここで、暗号解読完全に完了したので、再びね、攻勢に出ていこうかなと。いうふうに思いますが、まあ、キリがいいので今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回は、まずはね、海軍の方ですね。第一航空戦隊の方の、レキシントン、サラトガ。この修復が終わり次第、第一航空戦隊が戦線に復帰してくれると思うので、南シナ、東シナ、フィリピン、もちろん大西洋全域、太平洋ですね、ごめんなさい、太平洋全域、でのね、大攻勢に出れるかなと思っています。で、上海に上陸した陸軍の方は、一旦、帝国陸軍をね、南北に分断する作戦を今行っていますので、このまま行っていきましょう。というところでね、次回は暗号解読のボーナスを得ながら、作戦をね、進めていきたいというふうに思います。では、今回はここまで一任させていただきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。